私は知覚を超えた瞬間の蓄積、生から動へということを研究テーマに制作しました。普段見慣れているような映像作品よりも速いシャッタースピードでランダムに撮影された写真を組み合わせて一つの映像作品としました。人間の知覚では捉えることが難しいと思われる、瞬間を捉えた写真と写真の間を動画編集ソフト内のコマ感を補完する機能を用いて制作しました。そうすることによって非現実的な瞬間が新たに生成されると、考えてそういう手法を選びました。なんで上をもやもや繰り返してるの？じゃあこの辺がさ、あれでしょ、これ面白いよね。ここら辺部分だけ動いてるってさ、圧縮のこのビデオの圧縮っていうのはさ、こういう動かないところはさほっといてさ、こうやってるとこだけをさ動くとこだけをやるから、なんかそれから聞いてるとなんかすごいこうなんか片手がこんな風にして動いてるみたいに見えるね。はい。なこれ写真何枚使ったの？写真っていうかあれでしょ、ビデオでしょ？違うんですよ。写真なの？はい。あ、そうなんだ。写真何枚？これは。